ジュリエッタ・スプリント・ジュリエッタは、イタリアの自動車製造会社のアルファロメオが1954年から1965年まで、及び1977年から1985年まで、製造、販売した小型乗用車。もしくは2010年より発売を開始した乗用車。社名こそ共通だが、いずれも、技術的なつながりはない。 ジュリエッタ・スパイダー第二次世界大戦後、1900によって量産車メーカーに転換したアルファロメオが、さらに生産規模を拡大すべく開発したより小型のモデルである。最初に登場したのは、ベルトーネの当時のチーフスタイリスト、フランコ・スカリオーネがデザインした2ドアクーペのジュリエッタ・スプリントで、翌1955年に、ベルリーナとピニンファリーナがデザイン。 車体製造を行ったスパイダーが追加された。エンジンはアルファロメオにふさわしくアルミ合金製線2 9 0 c c d o h c で、初期モデルは 54PS に過ぎなかったが、1959年に大規模なマイナーチェンジが加えられ、101K に発展する際にクラックが入りやすかったシリンダーヘッドが強化されると、さらなるチューニアップが可能となり、 1960年に追加された SS、精霊種などのスポーツモデルでは 100PS までチューンされた。ジュリエッタ系は一般市民でも無理をすれば手が届く。スポーティーカーとして大成功を収め、アルファロメオの経営基盤を確立させた。1963年にはジュリアに発展するが、スパイダーやスプリントはジュリアに改名され、 その 1600cc エンジンが与えられて、1965年まで継続生産された。第2世代ジュリエッタ後期型ジュリア系は、初代ジュリエッタ以上に成功し、1970年代後半まで生産されたが、さすがに球体化したため、GT 系は1976年に、アルフェッタ GT1.6 にバトンタッチした。翌1977年、 ベルリーナ系が同じく、アルフェッタベースの新型にモデルチェンジされた際に、与えられた名称が14年ぶりの、ジュリエッタであった。この第2世代は、イタリア本国では、アルファロメオ・ジュリエッタ・ネオーバ、あるいは116系として区別される。106系は、機械的には、アルフェッタと、共通ながら、強めのウェッジシェイプとなり、ハイデッキで、さらに後端を跳ね上げたスポイラー形状となった。 トランクリッドを持ち、アルフェッタより軽快で、新しいデザインとなっていた。当初は 1357cc95PS、1600cc109PS の2種類で、アルフェッタより一つ下の車格として、明確に区別されていたが、実際には、車重はアルフェッタより逆に重く、ボディに入念な防錆処理が施され、内外装の仕上げも、より上質であった。 このため1979年に 1779cc122ps、1980年に 1962cc130ps が登場、アルフェッタと同格で、よりスポーティなモデルという位置づけとなり、一方のアルフェッタは、よりインフォーマルな方向にマイナーチェンジされ、住み分けが図られた。1982年には、ターボ付け 172ps の、 ジュリエッタターボデルタも登場したが、361台が作られたに過ぎない。同年には VM も、通り製 1995cc82PS ディーゼルエンジンも追加された。116系ジュリエッタは1985年にアルファロメオ75へと世代交代して消滅した。第3世代2009年12月2日、147。 の後継車両として、ネーミングを復活させることを発表し、画像を公開。2010年のジュネーブショーで、ワールドプレミア後、5月より、イタリアで発売を開始した。日本国内では2012年2月より、発売開始。当初は50台限定の、アルフィスティを除き、全車右ハンドルのみの設定だったが、同年8月に、左ハンドル車も設定された。また、 スーパーバイク選手権第5戦よりセーフティカーに使われている。イタリアで設定されているグレードは次の通り。2013年モデル2014年モデルザガートが車体設計と組み立てを担当。粗悪なソ連製の鋼材を加工前に雨ざらしにした挙句、防錆処理も十分に行われなかったアルファスッドの悪評を払拭するため。 これに限らず、ノルド系は、スッド系に対し、再三度返しとも思える設計や仕上げが多く見られる。生産は、公衆技者との合弁による、コナン省庁差しの EN、GAC フィアット。ありがとうございます。